ベルナール・ジャン・エティエ・ヌ・アルノーは、フランスの実業家。LVMH 及び、クリスチャン・ディオールの大株主であると同時に、両者の取締役会長兼 CEO を務める。ディオールや、ルイ・ヴィトンなど、LVMH を通じて、多くの高級ファッションブランドを支中に収めている。ことから、フランスファッション界の帝王、ファッションの法王などの異名を持つ一方で、 その冷徹かつ攻撃的な経営姿勢や買収を決断した企業、ブランドをことごとく手中に収める様から、カシミヤを着た狼、ターミネーターなどの異名も持つ。世界的な符号として知られ、雑誌、フォーブスの2021年度世界長ジャバン付けにおいて、世界で3番目の符号と推定されている。フランス北部のルーベ生まれ、エコールポリテクニーク出身。 妻と五人の子供がいる。不動産業の家に生まれ、父から事業を受け継いだが、高級ブランド業界とは全く無縁だった。フランソワ・ミッテラン大統領の社会主義政策を嫌って飛べ現地のタクシー運転手が何気ない会話の中で、ディオールだけは知っていると語ったのをきっかけに、ブランドビジネスに改ざした。帰国後の1984年。 クリスチャンディオールを当時保有していたマルセル・ブサック、グループごと自身の不動産業を担保にした資金で買収したのを、皮切りに次々とブランドを買収して世界有数のグループに育て上げた。カルフールの10%の株式を所有し、13%を所有するアレー家に次ぐ第2位の大株主でもあり、中国国内でダライラマ14世を支援しているとの噂が飛び交ったこともある。 このため、中国では、カルフールボイコット運動が起こったが、アルノー本人が否定し、北京オリンピックをボイコットすべきでないと述べた。2012年8月に、ベルギー国籍を申請。これは、この年就任したフランソワ・オランド新大統領が、打ち出した75%の富裕税回避のためだと、非難が集中し、結果、翌2013年4月に申請を取り下げる事態となった。 ありがとうございます。